にゃんことひろたさんがこちらで見ております。これで、ね、シチリア生まれなんですよ、ね、シチリア行った時にねこれプレゼントしてもらったんですけどね、かわいいですよねほら。はい、はい、ここで見ててもらいます。はい、それではですね、今日ねパスタをご紹介していくんですけど、今日のパスタはですね、今月料理教室で、やっている豆の前菜があるんですけどね、それをちょっと同じ材料でアレンジしてパスタにしてみたいと思います。で、豆のパスタっていうのはね、私フランクフルトの、こんにちはフランクフルトのですね、イタリアレストランの厨房に、5年ぐらいいたんですけども、そこのねまかないでね本当にねよく出てきたんですよね。やっぱりね豆っていうのはねどんどんこう足が速いからね、どんどん腐っちゃうんですね。だから本当に豆のパスタって本当によく出てきました。例えばレンズ豆だとか、なんかひよこ豆とかね、とにかくお昼のまかないっていうとね、もうそれがねよく出てきましたので、今日はねそれをね、そんな感じのものをですね、それを、作っていきたいと思ってます。はい、サクッといきますね。まずね、材料の前にお湯をちょっと沸かしておきますね。はい、お湯はですね、だいたい1リットルに対して 1% の塩なんですけど、見えてないね、はい、失礼しました。あと見えてますかね、1リットルに対して 1g 塩、だいたいね 1g でも分かんなかったら、ね、お味噌汁ぐらいと思ってねやっていただければいいです。昔はね、うちの両親とか、今ね90かな、昔の人はね塩入れてなかったんですよね。ところね、でもね、でも今うちの母親90ですけど、ちゃんと塩入れてパスタ茹でてますので、ね、皆さんも塩味をしっかりねつけていただきたいと思います。はい、それで材料なんですけども、まずはですね、豆ですね。今回の豆はこちらの、ダイナゴンとですね、トラ豆をですね、煮たものなんですけど、もちろんねミックスビーンズって缶詰がありますからね、それでもいいです。ちょっと売り切れちゃったんでね、私これを使ってますけどもね、缶詰でも美味しいですね。はい、それからですね、豆といえばね、このね赤玉ねぎがねよくそのイタリアでは合わせるんですね。ですから赤玉ねぎなければ普通の玉ねぎもいいです。それからちょっとさっぱりさせるためにね、その前菜には入れてなかったんですけど、トマト入れていきたいと思います。それから缶詰ね、今便利ですからね、この缶詰をね、夏の間はあんまりいろいろね油が垂れてしまってます。夏の間はですね、やっぱりこうなるべくね、調理時間とかを少なくした方がいいので、この缶詰を使っていきたいと思うんですけど、こちらはですね最近ちょっと気に入っているサバの缶詰です。イタリアのなんですけど、でもですね、豆と合わせるのはよくツナと合わせてますね、イタリアでも。なのでツナ缶でも本当美味しいですので、そちら使っていただいて大丈夫です。それからですね、ニンニクのみじん、これは相変わらずこの瓶に入ってますけど、オリーブオイルにねつけておくととても使い勝手がいいですね。いつでも和洋中何でも使えますね。はい、ちょっと油が。それから、唐辛子なんですけどね、よく唐辛子は乾燥のものをね、昔はミキサーにかけてたんですけど、最近はこれとっても便利ですから、カイエンペッパーね、これ粉だからもうパラパラってやればね辛みがつくので、最近はもっぱらカイエンペッパー使っております。はい、それでは始めていきますね。はい、まずパスタなんですけど、ちょっとまだ火が弱いんだね、ここがね、そしたらちょっと、はい、もう準備万端で用意しております。今日はね、まずじゃあね、カットするものから始めていっちゃいましょうか。まず、赤玉ねぎをね、こんなにいらないかもしれないんですけど、見えますか、見え、ちょっと字のところにかかっちゃってね、ちょっとみじん切りに、少しどのぐらいになろうな、今日はちょっと切りにくいね、この形がね。でもお野菜たくさんあるといいと思うので、はい、このね、まな板はね最近使い始めたんですけどね、これね、はい、ツビリングさんのですね、これ双子のマークなんですけど、ドイツのですね、これ非常にね清潔で、ここにねポッチがあるんでね、実は滑り止めになってますので、リバーシブルでね、今ね白使ってますけど、裏はね、はい、ちょっと見えないんですけど、ちょっと裏はね黒いんですよ。だからこうね、使い分けしてねいただけるからいいんじゃないかなと思うんですけどね、例えばね、表はお魚で裏は野菜とかね、そんな風に、結構教室の生徒さんもね、なんか私が知らないところでもうね注文されている方も結構いらっしゃいました。はい、それから、トマトですね。トマトね、今日はどうする、ミニトマト、ミニと言いながら相当大きいですけどね。あ、こんにちは皆さん、こんにちは。ちょっとなんかね、すいません、料理しながらなかなか余裕がなくて、皆さんのね、質問とかちょっと逃しちゃう時があるんですけど、後でねゆっくりと、いつも楽しく拝見しております。怒っちゃったけど、大丈夫です。
持ちました。ギリギリセーフですね。はい、これはですね、こんな風に切りましょうかね。上下に半分ぐらいに切っておきますかね。はい、大きいですね。はい、こんな感じでね、あと、準備をね、これ沸騰してますんで、ではね、塩を入れていきますね。塩は今日はこれですね、はい、例の塩粒でございます。はい、ここから塩ね、入れていきますね。 1%、はい、こんなもんですかね。よいしょ。これ最初から塩入れちゃうとね、どんどん煮詰まっちゃって辛さが変わっちゃうんですよ。その時お湯足さなきゃいけないので、茹でる直前にね、塩入れた方がいいかと思います。はい、そしたら、まずね、炒めるのはね、このおまたやまたオイルがこのサバ缶ですね。皆さん、あの、何でもいいでしょ、お好きな、好きなもので。ちょっとね、オイルも入れちゃいます。はい、このぐらいでいいですかね。はい、そしてここでね、ちょっと炒めてあげますね。火加減にもうちょっと強くして、はい、こぼれてます。してるんです。これちょっとこっちに置きますね。はい、今日のパスタはですね、スパゲッティを使ってます。スパゲッ、あ、違うわ、ごめんなさい、スパゲッティにだった。まあ、どっちでもいい、いいね、どっちでもいいです。じゃあスパゲッティにしましょう。一応、本数がね、何分って書いてありましたね。まあ、ちょっと見当たらない。まあ、ちょっとアルデンテに、あの、仕上げてください。表示よりもね、1分2分少なめでね、いきましょうね。じゃあ今日はこれを入れていきます。はい、今日1人前でね、ソースはもうちょっと多いから2人前ぐらい作っていきたいと思います。はい、で、まずはね、パスタ入れたらですね、いきなりね、あの、いきなりかき混ぜるとね、壊れちゃうので、そのままちょっと置いときますね。はい、でこちらをね、しっかりと炒めてあげますね。豆はね、いいですね、健康にもいいしね。はい、あ、昨日はありがとうございました。ありがとうございました。しゅうこさんとね、ありがとうございます。はい、あの、昨日ね、実は、あの、教室だったんですけども、皆さんとね、会えて、とっても、あの、本当に楽しくさせていただきました。そしたらね、マスクの使い方はね、教えていただいちゃったんでしょうね。しっかり縦に伸ばすそうです。そして、ここをクッと押さえる、これポイントだそうです。私もさっき朝で、うちの主人にちょっと教えてあげました。はい、全然料理と関係ないけど、すごい結構役立ちますよね。はい、でここはね、ちょっとしっかりめにね、炒めてあげますね。もう少しね、あ、こんな感じ、ごめんなさい、ちょっとね、移動させますかね。ちょっとね、カメラワークをちょっとね、よっ、よーって、どう見える、見える、よっ、ちょっとですか、こんな感じで、あ、見えますね。ちょっとここでしっかりね、炒めてあげますね。あ、跳ねます、跳ねるときにはね、はい、これです。はい、はい、跳ねるときにはこうやってね、これ結構便利なんです。で、あの、結構ここでしっかりとね、炒めてあげますね。生のね、魚入れるときもここでしっかり炒めてあげてください。はい、はい、ね、やっぱちょっと水分が入ってると飛ぶんですよね。はい、そしたらね、今度は、ここにですね、はい、ここで、もう危ない、炒まったらですね、でそしたらここに、ニンニク入れていきます。はい、ニンニクを投入していきます。最近ニンニクはね、あんまりイタリアでも入れないですね。はい、ちょっと混ぜて、跳ねると怖いです。はい、ニンニクちょっとだけ今日は、耳かき2つ分ぐらい入れますね。はい、そうすると、香りが出てきます。そしたらここに、跳ねるからね、ちょっと注意してね、あら、落っこちて、はい、はい、そしたらね、今日はね、玉ねぎはそんなに火通ってなくていいので、はい、ここにね、トマト入れますね。で、トマトが入ったら、ちょっとね、トマトからの美味しい汁が出るといいのでね。はい、こんな風にトマト入ります。トマトちょっと潰してあげましょうか。
ロンロンって、そうするとね、トマトの汁がね、出てきましてね、パスタのソースも美味しくなる。やっぱパスタってね、ゴロゴロしたっていうよりもね、やっぱりソースに絡んでたのがね、美味しいと思うんで、ちょっと汁はやっぱりね、美味しい汁を作ってあげるっていうのがね、まあ、いいかなと思うんですよね。はい。で、ちょっと、そのままじゃなくて、少し潰してあげましょう。はい。そうするとね、トマトの、なんか汁の美味しいのがね、出てきてね、香りもすごく良くなってますね。はい。そしてここにですね、もうパスタどんどんいっちゃいます。はい。この、ね、豆ですよね。まあ、なんでもいいんですよ。例えばさ、例えばですね、あ、こんにちは、こんにちは。例えばですね、なんだっけ、平べったいのレンズ豆とかね、あんなのはね、戻さなくてもね、本当にね、水に入れて、茹でたりすぐできちゃうんですよね。まあ、なんでもいいですよ、ひよこ豆のね。はい、これを入れていきましょうね。今日は、どのぐらい？はい、4つ。5個ぐらい入れておきましょうかね。はい、入れました。そしてですね、ここでですね、はい、パセリなんですが、あいにくですね、我が家のイタリアンパセリ使いたいなと思ったんですけども、イタリアンパセリがね、今ね、ひょろひょろしかなかったんですね。だからそういう時はですね、あ、これも入れちゃいましょうね。茎があったらこれも香りが出るから一緒に入れてみましょう。今日はね、日本のね、このパセリ、これもちょっと入れてみたいと。ちょっとこっちの方が強いんですけどね、まあ別にこれで代用してもらってもね、全然問題ないと思います。はい、あ、はい、見ててくれてますね。いこう、かわいいよね。はい、ここに置いとくと、でも本当はね、油まみれになっちゃうからね、いつもテーブルの上にいるんですよ。はい、これ切りますね。ちょっとこちら側で、カレーになっちゃうけど、みじん切りにちょっとしていきます。はい、イタリアンパセリはね、すんごい細かいみじん切りにしなくてもいいんですよ。まあ、日本のパセリはすごい細かいみじん切りにした方がね、いいかと思うんですけど、イタリアンパセリ、日本のパセリは、あ、じゃあイタリアンパセリの場合はね、そんなにすごいね、細かいみじん切りにしないでいいです。1センチぐらいで、そのぐらいの方がね、いいんじゃないかなと思いますね。でも日本のはちょっと細かくしたいと、なんか針、なんかこうボソボソってしてるからね、当たっちゃうので。はい、はい、入れますね。はい、これで入れていきます。はい、今ね、なんかね、炒め物になってますね、こんな風にね。なので必要なのは、この、はい、茹で汁ですね。はい、茹で汁入れます。ちょっと入れますね。はい、パスタちょっとね、いきますね、味見。今日はね、スパゲッティなので結構早いと思いますね。それじゃいただきます。大体ね、パスタってね、まあちょっと1本ぐらい食べてみる方がね、いいですよね。なぜかというと、これがたっぷりの茹でてて、少ないパスタを茹でてるのでね、いっぱい少ないお湯でたくさんのパスタを茹でてるので、時間がやっぱり違うんですよね。ちょっと硬いかな。もうちょっと茹でましょうかね。どうしよう、でももうソースができてるからね、ソースは火を止めておきましょうね。はい、うん、あと豆はね、まあ、よく使うのは向こうだとね、サラダね、豆のサラダで、例えば魚介と一緒に合わせたりとかね、私いたのレストランはフランクフルトのラウダっていうレストランなんですけど、そこではね、豆とそれからエビとイカとそれからバジルソースですね、かけてでサラダにして出してました。で、イタリアだとね、ニャンコとピョンタ、そう、ニャンコとピョンタはいますよ、こっちにちゃんとね、ほら、はい、はい、また何度も登場でした何度も登場です。はい、こっちがニャンコ、こっちがピョンタでそれでですね、何話してるんだろう。そうで、だって豆ってなんとなくね、日本だと冬ってイメージがあると思うんですけどね、冬だけじゃなくてね、結構夏ね、夏サラダとしてね、イタリア食べてますね。でね、そう昨日ね、料理教室やった時にね、結構豆の話が出てね、私は実は冷凍したことがないんですけど、これで冷凍してもね、全然大丈夫だそうです。私も今度ね、一回やってみようかなと思うんですけど、茹で汁の中でね、冷凍しておけば、解凍した時に生でも全然サラダでも大丈夫そうなので、私もちょっとね、やってみようかなと思います。やっぱりね、たくさん豆って一度に茹でますからね。じゃあ、ちょっともう一回食べてみます。完璧ですね、アルデンテがいいですね。はい、じゃあこっちちょっと急いでつけます。もうね、多分オイルがね、結構さっきの魚のオイルが結構入ってるんでね、
あんまりたくさんオイル入れちゃうとおそらくちょっとあのオイルっぽくなっちゃうとね。今日は様子を見ながらもう少し、今今日焼きそば状態になってるからちょっとソースにしますね。水分がいりますね。もう少し水分足して、はい、でこの茎はもう除いちゃいますね。柴田ですね。はい、さよなら。はい、よっ、早いね。どう、こんな感じ。ちょっと明るい方がいいのかな。いろいろ試行錯誤中です。はい、はい、これもいい、よかったね。はい、こんな感じでできてます。はい、そしたらこれをね盛り付けますね。ちょっと失礼、ちょっと、はい、はい、それでは盛り付けます。本日のお皿はこちらですね。はい、ちょっとトマト入ってますから、私はお気に入らないんですけども、これは、ですね、南イタリア、ね、南イタリアの お皿ですね。はい、ソリメネさんというところですね。それではまずは盛り付けは茎が入ってますね。またこれ香り付けになるからね、お料理の時にぜひ使ってください。はい、さよなら。はい、まずねパスタをね入れていきます。いつもね麺から入れていきますね。ソースは後から入れますよ。でこう入れて、はい、はいはい、美味しそうね。やっぱりね夏だからスパゲッティで良かったね。細くてね食べやすいですね、夏はね。こういう細いパスタ、細いパスタね、こういうスパゲッティとかは割とさっぱりしたソースがね合うんですね。冬になってくるとちょっと、ペンネとかね、ああいうものでクリーム系を合わせてみたりとかね、すると美味しいかなと思います。はい、なんかご質問ありますかね。あ、ゆかりさんこんにちは。にゃんことぴょんたですよ。みきこさん、あ、トラベージさん、クッキング関係ですね。はい、あ、もうそんなことしていただき、はい、ありがとうございます。はい、でなんかね、なんだかんだ言って言いながらね、実はね自粛生活からずっと、まあ、始めたんですけど、このインスタライブなんだかんだ言ってね定期的にやってるんですよね。なんかね、まあ2週間に1回ぐらいやってるんですよ。日曜日、だいたい日曜日のこの10時から10時だから。でもちょっとね毎週やりますっていうのはちょっとなんとなくね、もしサボっちゃうかもしれないななんて思ってからちょっと言えなかったんですけど、まあこんな感じでだったら、まあ前2週間に1回ね11時一応やろうかとちょっと自分に課せましたのでよかったらね2週間後もね、までお時間あったら来てくださいね。はい、そしてパスタを盛ったらこんな風にソースをね乗せていきます。はい、でそしてですね、あ、今日はね入れるのすっかりまた忘れましたけどね、辛いのがお好きだったらね、こちらのねカイエンペッパーね、これをね、まあ、ソースの方にもちょっと入れておきましょうか。パラパラで、今日もこちらの忘れた時はこうパラパラでいいですね。だから便利なのパラパラできるからとっても便利ですね。カイエンペッパーね、最近はカイエンペッパーで、そして、あ、そして汗、今日は何か忘れてるかな。前はモザレラとトッピングを忘れてたんですよ。でもそしたら皆さんちゃんとね作ってくださってる方はね、ちゃんとモザレラトッピングして作っていただいてました。はい、はい、こんな感じですね。どうでしょう。はい、で、香り付けにほんのちょっとですよね。もう油っぽいからほんのちょっとだけ香り付けにフレッシュなオリーブオイルをかけたいと思います。あ、いいですね。なんかちょっと美味しそうですよ。はい、はい、あとここにねバジルのなんかソースかけてもねよく合うと思いますけど、はい、完成でございます。